ゴフェルの木で作られたとされる、ノアの箱舟の絵。ゴフェルとは、聖書に一度だけ出てくる語であり、ノアの箱舟を建造する際にその素材として、用いられた木、とされている。創世記第六章第十四節に、ノアの箱舟はで作られたとあり、これは一般に、ゴフェルの木と翻訳されている。この語にはこれ以外の要例は見つかっておらず、聖書、あるいは、 ヘブライ語一般を対象としても要例は見つからない。したがってこの語が具体的に何を指すのかは明らかにされておらず、近帝約聖書においても翻訳されずにそのまま載せられている。七十人約聖書では、ゴフェルをザイロンテッドリガナンと訳している。ラテン語版では、リグナイズレビゴティスウッド、製材された木材と訳されている。ユダヤ百科事典では、これを バビロニア語のグシュレイスエリニ、またはアッシリア地方のギパルであろうとしている。現在では、これを英語に訳す際には、サイプレスとすることが多い。聖書研究で有名なアダム・クラークは、糸杉のギリシャ語、クパリッソンとヘブライ語のゴーファールに類似が見られるとして、これを指示していた。他には、松、杉、もみ、黒炭、枝網、白芯、アカシア、ツの仲間、 イグサ類と樹脂製の樹木、さらにはアメリカ大陸のイエローウッドとする説まであるが、これらはいずれもノアの箱舟の材料と繋がるような何らかの関係が見つかっているものではない。ヘブライ文字では G と K の間には型の類似性が見られるため、コファーはコファーだったのではないか、つまりコファーはピーチットウッドではないかとする説もある。また、 箱船を補強するために板を貼り合わせること、あるいは現在では絶滅した種のことではないかとする説も最近はあるが、いずれも広く指示を得るには至っていない。本訳聖書では、文言訳聖書が松に、交語訳聖書が糸杉の木、深海訳聖書と新共同訳聖書がゴフェルの木と訳している。ありがとうございます。